歌物語とは和歌にまつわる説話を修正した物語文学の総称である。架空性の強いものと死歌集を脚色したようなものとがある。また様々な人のエピソードを集めたものと一定の中心人物を持つものとがある。特に平安時代前期に成功したと考えられている。内容は多岐にわたるが和歌にまつわる恋物語や 死別や不遇を嘆く物語などが多い。また和歌によって事件が解決したり、物事が円滑に進んだりする、歌の孤独を扱う商談も確認できるが、このような商談を、歌特設話と呼ぶことがある。歌物語の成立には、諸説あるが、万葉集の、左中や、古今和歌集などに見られるような、和歌の言葉書きに記された出来事との関係が指摘される。 例えば、伊勢物語は、古今和歌集と重複する和歌を含むが、古今集の言葉書きを改変したと考えられる、商談や古今集において、隣同士に配列された和歌同士で一つの物語を作ったと考えられる、商談が確認できる。このような歌物語は、次第にその言葉書きに当たった部分が、頂戴化していくことにつながった。また、その歌物語の作品そのものが、 源氏物語など後の作品に影響を与えたものも多い。源氏物語は歌物語とは言えない、長大な作品であるが、伊勢物語の影響を色濃く受けており、その表現にも引き歌のみならず和歌の素地を多く用いた作品である。個人の歌を修正した歌集のこと。よく知られるルフボンに十六河川の詩歌集を集めた三十六人集がある。 和歌に類似した表現を用いることで和歌自体やその周辺の状況を背景として表現することありがとうございます。